はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあ今回はこのイワナ坊主のラスト、イワナ坊主 vs 妖怪軍団でやっていきたいなと思います。はい、今回も10戦ですね。じゃあまずはもちろん小泣きじじからいきましょう。いや今回の戦いとしてはね、やっぱ超ダックミサイルとか自爆とかですね、ここら辺でもうバンバン KO していってほしいなと、はい、思ってます。どうかな、水飲みアタック、挨拶の水飲み行くかな。水飲み行くな、 96%、まあ、これは当たるんですよね。お、対局変化、これが当たると、おお、かわした。ここら辺はさすがですね。さあ自爆来るぞ、自爆来た。おほほ、これ来なきといえども効いてますね。ただこいつガッツめっちゃ持ってるな。うわーやばいかも。50ぐらい削ったんだけど50ぐらいあるっていうね。うわーまさかの逆襲、自爆が当たったにも当たったのにも、おお逆上来た。これでガッツ回復がすごいことになってるけど、同じぐらいかな。来なき早いですね、ドリブルダンク。なんとか、いややっぱり自爆が結構効いてたんだろうな。はい、1戦目はまず押し切りました。ただこの後どうなっていくかですね。はい、続いてはカニ坊主。ここは岩対決でいきたいな。あれこいつ岩じゃないのかな、カニ坊主って。微妙なとこ、おー来た。終了かな、ドリブルダンク。まあこれは確実にダメージ与えてくれるんで、意外にドリブルダンク強いかもな。この確実性は強いよ。空爆、空爆の 74%。 カニポーズ辛いね、やっぱり。一発目の竜巻でもう出落ちでしたね、こいつの場合は。はい、さあまずは2連勝、ただこっからですからね。さあ続いては小豆払い、ここからは能力の高いモンスター出てきます。どうだろう、まあ可愛いもの同士で、まずは挨拶の水飲みアタック、当たりましたね。お、回復に来た。お、回復。マジか、これ全開なんですけど、ガッツの差はついたよ。そこでどうなっていくかですね。それは大空爆、結構威力の高い技出すな。イワナ坊主強いかも。あとドリブルダンクとかで、おお、また回復。あー失敗、これ痛いな。こいつ回復しかしてないぞ。お、自爆。お、あ、全然なんか自爆ダメージ食らわなかった。300とか食らうときあるんですけどね。これは助かりましたね、イワナ坊主。さあビタビタビンタ、またかい、これしか打てない。勝つんじゃないこれ。あーっと回復がちょっと足りてない。いやまさか小豆原八重桜3連発で2回成功して負けるっていうね、ちょっとしたミラクルを起こしたんですけども、いや、イワナ坊主3連勝いいですよ。はい、続いて4戦目は海女。まあここも突破してほしいところですね。この海女は賢さ技だけを打っていけばなかなか強いという。おわー、ガッツが一気に削られた。接近戦だとイワナ坊主の方が強いよ。そこがどうなっていくか。アクアブラスト、あーっと技が当たりまくってクリティカルも入ったか。これは苦しい。もう大技で決めていきたいところですね。超ダックミサイル、超ダックミサイルはあんまり出ないかもな。あそこのね、同じ場所に4つ技があるんで。アイスクラウド、おお、地味に効いてくる、地味に効くよ。ただまだ自爆とか空爆、ここら辺があれば。アイスコフィー、これクラウド、おお、ここはかわして。ビタビタビンタじゃないんだよな。もう大技しかない。出るか、出るか、自爆。開いた、自爆来た。いやでもやることやったな。もう潔く、あ、潔くはいかなかったけど、初の敗北来ましたね。さ、最後の自爆の選択は良かった。はい、じゃあ次は前半戦ラストで。さあ前半戦ラストは座敷わらし。これはね、お互い自爆を持っているモンスター同士で、うん、自爆を打ち合ってほしいな。座
座敷の自爆はあんまり出ないのかも。狂気投げ、いいよ。お互いね、こういう小物を使いながらお前とかわされてドリブルアタックを押しかけていきますね。全然ダメージない。スパイク、おお、かわして、今のところ若干座敷の方が勝って、おお、乱れ中、あーっと、これ外れたか。これ外れたら相当やばいんじゃないの。呪術当たってる、食らってる。狂気アタック、いや、着実に少しずつではあるんですけど削られてますね。お、超竜巻かわして望みをつないだけど、ある程度威力のある技じゃないと逆転はできませんね。これそれを打っていくか。自爆、空爆、自爆、あ、自爆打った。やばいダメージ食らってる。乱舞でしかも自爆ダメージがすごすぎるよ。相手の技の何よりも食らってるからな。はい、さあ後半戦、ちょっと2連敗してしまっているんで、ここで仕切り直してほしいですね。さあどうか。もうこの後の相手は強いよ。ローリンナイト当たる。うわー、結構出ますね。超ダックミサイル打たないかな。今回一発も出てない。ダックミサイルも出てない。空爆結構出てますね。ここあんまり、腸内ツネク、おお、これをかわして、まだあるよ。水飲み、おお、きた、超ダックミサイル、カー、特大のミサイルが、まあ 30% 切ってましたもんね今の。となってくると厳しいか。ツネク、うわー、着実にじりじりと削られていますね。どうなるか。ドリブルシュートじゃ追いつけないよ。あー、でも結構出たな。超ローリン、これ当たると、さあラスト、必死必死必死になるのが遅い。打つか、打ったら逆何どういうこと。何そのやる気を見せたかのようなやる気のなさ。まずいまずい、3連敗、これで五分になってしまいましたね。さあ前回育成モンスターのワルドン登場です。こいつ結構強いんでね、どこまで頑張れるか。上弱ミサイル 22%、 おわー、きた。どでかい顔にどでかいミサイルぶち込まれましたね。いいよいいよ、ダブル噛みつき、かわして、ん、何を打っていくか。ボンバヘッド、空爆、空爆いいよ、空爆いいよって言ったらちょっと危ないけどな。人としてどうかと思うけど、ミサイル、おほほほ、ミサイルが刺さりまくる。やっぱこの面積だから当たりやすいのかな。ベロミンタ、うわー、やばい。もう KO を狙っていかないと。ボンバヘッド、当たればバッと、やばい、呼び覚ましてしまった。光る犬、どうなるどうなる。ボンバヘッドでか、やばいぞ。あー、終わってる。あ、最後に最後に下がってしまうというね。ミサイルをかわして、お、やばいぞ。あー、失敗してる。なんとか勝ちましたね。いや、最初超ダックミサイルやっぱりでかかったな。はい、連敗ストップしました。さあおぼろ車来ました。あとね、残り3戦で1勝でもすれば5分以上なんで、ここは頑張ってもらいたいな。おわ、いきなり、うほほ、あー、かわしたか。相手も自爆の痛みが分かる人は、そして挨拶、こんにちはと、ありがとうございますと。いや、いいよ、見た見た見た。これはね、当たってもほとんどダメージ出ないんで、やっぱり超ダックミサイル撃ってほしいな。見た見た見た、手堅くね。さあ、おぼろ車はどうするか。空爆、ここで仕掛ける、お、当たった。空爆威力出るよ、底力。あー、これまずいな。さあね、これ強いんでね、おー、かわした。さあ、おぼろ車、あー、底力短いな。めちゃめちゃ速くない。さあ、ついてきて、かわして、自爆、おー、当たった。ガッツダウンもすごいんだけど、
序盤の方に当てないとあんまりガッツなの意味ないよな。はい、ここで五分十ですね。はい、ここで登場しました最強モンスター知らぬえ、まあ、妖怪軍団最強ですね。いやでもこの調子だったらいけるんじゃない。乱れ打ちいけないか。これは知らぬい相手にこれはちょっと今ので決まってしまったかも。巻き返せるかな。いやースカイファイヤーどっからでも強い技出てくるんでね。当たってる、これ当たってないのなんで。あでも巻き返した今ので。お超打球戦でグフ爆発せず5スカイファイヤー当たるとまずいよ。うわー焼かれた。うわまずい。ナイスナイス、逆上でガッツ貯めて、もう自爆クリティカルしかないって。狙わないか。あ普通に収まったダンクダンクは完敗ですね。これ必死必死必死だろうけど焼かれましたよ。お疲れさんお疲れさんですねこれは。はい、じゃあ次ラストいきたいなと思います。はい、ラストは子泣きじじい2で、いやー厳しいかな今の戦い。今までの戦い見てる感じだとちょっとオールクヤッキーに勝てるようなモンスターではないのかも。でも頑張ってほしい。相手の命中率高いですね。恩恵、うわー強い強い、さすがオールクヤッキー19。うわーここは確、おーナイスナイス。いやこれ自爆決めろ。おマジ来た。うわーダメージないんだけど致命傷かもダメージないけどダメージ食らうってね、致命傷かも。いやこれ大技、これがクリティカルとか出ないとまずい。もう逆転の目がほとんどない。小技かわして、いやまだある、まだクリティカルでワンチャンある。うん、超ダックミサイルとか、それが出るか。中打賞かわして、来ない。自爆、自爆打ってよ、最後自爆打ってよ、打たない。いやー強い、オールキヤッキー時期はなかなか勝てませんね。はいはい、ということで今回のイワナ坊主最終戦績は5勝5敗でした。10戦戦って、うん、まあね、能力通りまずまずといった感じだったかな。まあ弱くもなく強くもなくっていう感じでね。ただ爆発力はありましたね確実に。超ダックミサイルもあるし、空爆も威力出たし、そしてね超必殺の自爆もね、うん、今回結構活躍してくれたかなと思います。はい、まあこういう感じでね個性が出てくれたのは嬉しいんで、本当にねいいモンスターに育ってくれたなと思います。そしてまた次回は新モンスターですね。また次ね何になるかここでは言えないんですけど、次回をねお楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てお気に入りつながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。